ビバップハイスクールカウコヨタロゲイデン。射程になるテストで遊ばれたミノルは、愛徳との全面戦争を企んでいるとは、愛徳高校はまだ知らなかったのであった。やあ、どうもどうも、立花の菊永です。愛徳と喧嘩だ。愛徳のもん見かけたら片っ端からやっちまえ。影武者してんじゃねえ。紛らわしいずらしてうろつくな、おら。ああ、みっともない、いい状態だ。乗れたっぷりさせてもらおうじゃねえの。ああ、聞いたよ。しっかりとな。ケツジロジロ見やがって、女だからってバカにしないでよ。怖い中学生、500円あげるから父吸わせて。あ、舐めないでよ、舐めないでよ、舐めないでよ。舐めないから吸わせて、歯も立てないから。しかしよ、愛徳と戦争だっつうけど、菊永さんも何考えてんだろうな。雑魚を少々はたいたってな。ありゃ、なんだてめえら。おたくらの喧嘩相手だよ。おお、ずいぶん大風吹かしおるが。あんたちょっと不用心じゃねえの。俺が誰だか知ってて言ってんのか。知ってっから来てんだよ。してる相手にハッタリじゃ勝負できねえんだよ。おう、冗談。ごめんなちゃい。愛徳に打ちとこみ合える弾がどんだけいるっつんだ。俺一人にえれえ騒ぎで光栄だね。雑魚少々はたいたってな。上等やの。元気してた。これは俺の喧嘩だ。お前はすっこんだろ。見りゃわかんだろ、正義の味方だよ。愛徳の加藤です。赤間です。よろしくね。立花の宣戦布告をやっと知った二人だったが、自分たちの責任とは分かっていなかった。一方その頃、こらこらこら、シャバトは、頭そって気合い見せてんだよ。足の話を聞いちゃもらえませんか。何みっともない、いい状態だ。残
信夫は射程テスト合格のため弱い相手に喧嘩を売り逆に拉致されてしまったのであった。訳が分からず電話を切ったヒロシだったが、やっと拉致されたことを知った愛徳たちは信夫救出に向かうのであった。